羽生結弦8月10日にプロ転向後初滑り YouTube でも公開、楽しみにしていてください。プロ転向を表明したフィギュアスケート男子五輪2連覇羽生結弦27が練習の様子をファンに大公開だ。所属事務所チームシリウスは羽生結弦シェアプラクティスを10日アイスリンク仙台宮城仙台市で午後0時30分から午後5時30分の時間で行うと発表。その上で7日に開設した公式 YouTube チャンネル羽生結弦内で午後0時頃から生配信するという。羽生は所属事務所を通じこの度開設した公式 YouTube チャンネル羽生結弦の最初の試みとして8月10日水に実施する公開練習イベントシェアプラクティスをライブ配信する予定です。時間はお昼12時頃を予定しています。ぜひ楽しみにしていてください。原文ママとコメントを寄せた先月19日の会見では、試合という限られた場所じゃなくてもっといろんな方法で自分のスケートを見ていただく機会があるかなと思っていますし、作っていきたいなと考えているので、ぜひ楽しみにしていただきたいですと語っており、さまざまな形でフィギュアスケートの魅力を伝えていく方針を示していた羽生結弦さん、ぜひ楽しみにしていてください。今回にプロ初滑りを披露 YouTube でライブ配信。プロ転向を表明したフィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年テイショウ五輪連覇の羽生結弦さんが10日に国内で羽生結弦シェアプラクティスを実施することが8日発表になった。報道陣に練習を公開し取材に答える予定で、プロのアスリートとしてスケートを続けることを決意いたしますと話した。8月19日の決意表明会見後、プロスケーターとしての滑りを初披露する場になる。さ、前日7日に開設したばかりの公式 YouTube チャンネル羽生結弦で練習の様子をライブ配信することも決定。全体的にこのジャンプは本当に同日午後0時からスタート予定で、4回転でこのプログラムをするのがすごく苦労するなっていうのは見てて感じるんですけれども、そういった苦労するなって感じるんですけど、8月10日に実施する公開練習イベントシェアプラクティスをライブ配信する予定です。時間はお昼12時頃を予定しています。ぜひ楽しみにしていてくださいとコメントした。コロナ対戦は拠点としていたカナダトロントでシーズン前に報道陣に公開練習を行ってきたが、ファンに向けての公開は初めてです。羽生結弦さんが10日にプロ初滑り披露シェアプラクティス実施を発表。大きな自信になってくると思います。フィギュアスケート男子で14年ソチ、18年平昌陵五輪2連覇の羽生結弦さん27が8日公開練習イベントシェアプラクティスを10日に国内で実施すると発表した。7月にプロスケーター転向を表明して以降、初となるメディア向けの練習公開と取材対応でプロとして初滑りを披露することになる。7月19日のプロ転向会見では、今後競技会の第一線から退くことを表明した上で、夢のジャンプやフラットアクセル4回転半ジャンプ賞の挑戦継続を宣言。自分が理想としているフィギュアスケートを追い求めるのは競技会じゃなくてできるなって、むしろ競技会じゃないところの方が皆さんに見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思って、こういう決断をしました。一つ一つの演技に自分の全体力と全神経を注いで視力を尽くして頑張りたいなと思っていますと話していた。パーソナルベストでプロの第一歩としてどんな滑りを見せるのか注目が集まる。この落ち着いた中で暑さとか羽生さんは7日に自身初の情報発信ツールとして公式 YouTube チャンネル羽生結弦を開設。国内外での反響は大きく、開設から24時間が経過した8日午後6時段階でチャンネル登録者数は334,000人。初めましてのタイトルで投稿した1本目の動画は135万回再生を記録した。シェアプラクティスの模様は同チャンネルで正午頃からライブ配信を予定。羽生さんは最初の試みとしてシェアプラクティスをライブ配信する予定です。ぜひ楽しみにしていてくださいと
コメントを寄せた羽生結弦さん、10日に練習公開思い出の場所でプロ活動をスタート。フィギュアスケート男子で2014年ソチ、18年非勝利の東京オリンピックを連覇し、7月にプロ転向を表明した羽生結弦さん27が10日に地元の仙台市で報道陣に練習を公開する。羽生さんのマネジメント会社が8日発表した。プロスケーター羽生結弦としての第一歩を踏み出す。これまでのゆずスマイルを写真でたっぷり撮った時は、今回の練習公開はシェアプラクティス、シェアプラクティスと題し、会場は羽生さんが競技を始めた思い出の場所であるアイスリンク仙台。中学生の頃にはこのリンクを職場体験の実習先に選び、事務所のスタッフとして受付を務めたこともある。著書の印税をリンクに寄付するなど思い入れは強く、原点ともいえる力、プロとして新たなスタートを切る。練習の模様は動画投稿サイト YouTube に開設した自身の公式チャンネル羽生結弦でライブ配信する予定。羽生さんはぜひ楽しみにしていてくださいとコメントした。7月19日に決意表明の場として記者会見し、プロ転向を表明した羽生さんは、ここからさらに上手くなるし、さらに見る価値があるな、と思ってもらえるような演技をするために、努力していくと誓っていた。公の場で滑るのは、5、6月に開催されたアイスショー以来となる。練習後には、取材対応を予定。記者会見では、毎回、本当に全力でやっているからこその緊張感みたいなものを、また味わっていただけるようなスケートを常にしたいとも語っており、どんな滑りを披露するか注目される。倉沢仁志。